次に池上典子議員の質問を許可します。池上議員。一般質問の機会を与えていただきましてありがとうございます。2日目ということなので重複する部分もありますが、よろしくお願いしたいと思います。それでは通告に従いまして順次質問をさせていただきます。1、枚方市駅周辺再整備及び新庁舎整備についてお尋ねします。昨日藤田議員からも同趣旨の質問がありましたが、私の方からも再度確認をしておきたいと思います。3月の中間報告では、丸5街区での国、府、市による合同庁舎化による新庁舎の検討を進めるため、国、府と協議していくとしておりましたが、先日の総務委員協議会では、府民センターは丸3街区の移転も視野に入れ、検討するとの報告を受けました。3月の報告以降、府は丸5街区での合同庁舎化の検討と合わせ、新たに丸3街区への移転も視野に検討するという理解でよろしいのでしょうか。またこのことに対し市はどのように考えているのかをお伺いしたいと思います。2、来庁舎利用者用駐車場の有料化の経過と現状についてお尋ねします。平成28年3月に策定された枚方市新行政改革実施プランでは、自主財源の確保と受益者負担の適正化として、来庁舎利用者用駐車場の有料化の実施に取り組むとされています。このプランに沿って、昨年度は保健センターや市立病院、本庁舎駐車場の有料化を実施されましたが、この取り組みによる効果額について伺います。併せて今後の駐車場有料化の取り組みをどのように進めていくのかお伺いします。3、一律幼稚園の現状と今後について、公立幼稚園については、枚方市の人口急増期には17園であったところ、平成5年に1園を統合、平成15年には5園を廃園し、平成27年度に4園の閉園を行い、現在は7園で事業を行っています。その7園についてなのですが、今年度の公立幼稚園の定員と園児数についてお尋ねしたいと思います。4、児童の放課後対策について、この数年、留守家庭児童会室の入室児童数が大幅に増えているとお聞きしています。そこでまず入室児童数の推移と今年度の状況についてお聞かせいただきたいと思います。これで1回目の質問を終わります。二見市駅周辺等活性化推進部長、枚方市駅周辺再整備および新庁舎整備についてお答えいたします。昨年度に設置されました府ワーキンググループでの議論等を踏まえ、本市および大阪府においてまちづくりの円滑な推進を勘案しながら、丸5街区での国府市による合同庁舎化に加え、府民センターの丸3街区への移転も視野に入れ、幅広く検討しております。本市としましては、丸5街区での国府市による合同庁舎化を基本として検討を進めているところですが、引き続き府市の協議を進め、府民センターが丸3街区へ移転する場合のメリットなどを整理し、本市の方針を固めていく考えであります。佐藤理事。2、来庁舎利用者用駐車場の有料化の経過と現状についてお答えをいたします。駐車場の有料化による歳入効果額として、平成29年度当初予算で保健センターは1047万9000円、市立枚方病院は2842万8000円、
本庁舎駐車場は1501万2000円、合計5391万9000円となっております。今後もプランで有料化の対象としている施設について、受益者負担や駐車場管理の適正化の観点を踏まえ、引き続き課題整理を行うなど、検討を進めてまいります。花咲学校教育部長。はい。次に3、私立幼稚園の現状と今後についてお答えをいたします。今年度の定員と園児数でございますが、定員は 4、5歳児合わせて910名でございます。今年度5月1日現在の在籍園児数は402名となっております。場内社会教育部長。はい。4、児童の放課後対策についてお答えいたします。まずこの5年間におけるウルス家庭児童会室の入室児童数の推移について、各年度4月1日現在の値で申し上げますと、平成25年度3017人、平成26年度3294人、平成27年度3579人、平成28年度3906人、平成29年度4431人となっております。また今年度の状況につきましては、1年生から4年生までが依然増加傾向にあり、加えて新たに入室対象となった5年生265人が入室した結果、昨年度より合計525人の増加となりました。池上議員。ご答弁ありがとうございました。それでは再質問に入らせていただきます。1、枚方市駅周辺再整備及び新庁舎整備について、これは要望とさせていただきますが、府が丸三街区と五街区で検討されていることは理解しましたが、府民センターをそのまま使い続ける、また仮に府民センターが丸三街区に移転する場合に、跡地を本市ではなく民間に売却してしまうことになれば、市役所庁舎の移転は白紙に戻り、市役所跡地を市駅周辺再整備の種地として考えて、ようやく動き出した再整備の計画を再度ゼロベースで見直すことにもなりかねません。本市の立場をしっかりとご説明いただき、跡地の活用も含め、引き続き国府と積極的な協議を進め、早期に市としての方針を確かなものとして示していただきますよう強く求めておきたいと思います。2、来庁舎利用者駐車場の有料化の経過と現状についてお尋ねします。予算ベースではありますが、合わせて年間で5391万9000円の歳入効果額とのことです。それでは個別にまず市役所本庁舎の駐車場についてお尋ねしたいと思います。市役所本庁舎駐車場は今年1月に民間駐車場運営事業者による有料化での運営が始まり、半年ほど経過いたしました。来庁された方には60分などの駐車料金の無料の取り扱いをされておりますが、有料化後の駐車場の利用状況など現状について、また有料化実施後、利用者からどのようなご意見をいただいているのかをお尋ねしたいと思います。水野部長。市役所本庁舎駐車場の利用状況につきましては、昨年有料化前の駐車台数と有料化後の無料となりました駐車台数を月ごとに比較いたしますと、全体的な駐車台数は若干減少はしておりますものの、その減少幅は数パーセントにとどまっており、市役所に用務で来庁いただいた皆様にはおおむね無料でご利用いただけているものと考えてございます。また有料化後は開庁時間帯におけます長時間駐車や入庫待ち車両によります交通渋滞も改善され、日々の駐車場の利用に支障を及ぼしておりました課題は一定解消されている状況でございます。ご利用者からのご意見には、料金の設定や徴収につきましてのご意見も寄せられてはおりますが、以前に比べ入庫待ち時間が短縮されたなど、スムーズに駐車場を利用できるようになったとのご意見が多く寄せられており、当初有料化により意図しておりました効果は十分に得られているものと考えてございます。
池上議員。当初は10分が100円の料金に高いとのご意見もありましたが、答弁にもありましたように、実際のところ業務で来庁いただいた皆様にはほとんど無料でのご利用で、現在のところまだ大きなトラブルは見られないようです。また本庁舎駐車場については議会からも再三指摘はありましたが、以前から大きな課題がございました。まず繁忙期には入庫の待ち時間が長いとの苦情が多く、それに関連して駐車場への入庫待ちの車が市役所西側の交差点まであふれ、危険な状況を役所自身が招いていたこと、そして夜間においては市民会館大ホールや小ホールなどでのイベント開催時に職員会館前の小さな駐車場に車があふれ、すぐそばにある70台近い車庫スペースを持つ市の駐車場が閉鎖されている矛盾に、お役所仕事との厳しいご指摘も受けておりました。少なくともこれらの課題は解決をされ、夜なども夕方6時から朝8時半までは最大300円との料金設定もあり、すでにご利用が始まっているように思えます。それでは次に一律枚方病院の駐車場についてお伺いします。新病院駐車場は保健センター駐車場と合わせて有料化で運用されていますが、その後の駐車場の現状や利用者の方の反響などをお尋ねしたいと思います。西村市立枚方病院事務局長。はい、市立枚方病院駐車場は平成28年8月1日から保健センターと合わせて駐車場運営事業者に目的外使用許可を付与して運営をしております。駐車場開設当初は患者さんのお見舞いの方や付き添いをされる方から、長時間や長期間になると駐車料金が高額になりますので負担の軽減を求める声があり、運営事業者と協議を行い、平成29年1月から一般料金の平日料金を当日最大1200円とする上限額を新たに設定をいたしました。また新駐車場の混雑状況につきましては、現在は保健センターと合わせて250台の駐車スペースがありますので、新駐車場ができる以前のような渋滞は発生しておらず、利用者の利便性の向上と適正管理という目的が達成できているものと考えております。池上議員。一律枚方病院についてもおおむね順調なスタートのように思います。また事業開始後に利用者の方からのお声を聞きながら、病院の上限額設定のように修正改良を加えていくことも大切だと考えます。それは本庁舎駐車場においても、例えば現在夕方6時からの最大料金適用を空きの目立つ5時半からにする等の細やかな利便性の改良の検討もまた必要になってくると考えられます。本庁舎駐車場の課題解決や年間で約5000万円もの歳入増を経験として、今後は他施設への導入を具体的なものとしてしっかり検討していただきたいと要望させていただきます。次に3、一律幼稚園の現状と今後についてお尋ねします。7園全体での定員は910人です。そのうち実際の園児数は402人という5割を割り込むような人数であります。また7園の中でも佐田西幼稚園については4歳児が8名、5歳児が14名の合計22名というような状況です。特異な数字に思えるのですが、この状況に対する見解をお聞かせいただきたいと思います。花崎部長。はい、子育て世代の保護者の就労の増加や各家族化により、長時間の保育を希望されている方が増えている状況等から、公立幼稚園を選ばれる保護者が減少していると認識をしております。公立幼稚園では保護者のニーズにお応えできるよう、通常の保育終了後保護者の希望があった幼児の預かり保育を月、火、木、金曜日の午後5時まで実施するとともに、2、3歳児とその保護者を対象に
幼児教育教室を毎週水曜日の午後と平日の午前に1回実施をしております。今後も引き続き保護者のニーズに沿った取り組みを行うとともに、公立幼稚園の在り方につきましても検討を進めてまいりたいと考えております。池上議員。まあ、頑張っておられるということですが、次に1年間の運営費についてお尋ねしたいと思います。花崎部長。はい。運営費につきましては、平成29年度予算で人件費、維持管理経費およびその他の諸経費等合計で3億1083万円でございます。池上議員。この間、公立幼稚園の入園式や卒園式、運動会等に出席させていただいておりますが、子どもたちの様子を見ると、幼稚園の先生方が熱心に頑張ってくださっている様子は伝わってきます。また、小学校の先生にお聞きしても、公立幼稚園に対する評価も悪くはありません。そう考えれば、この異常と思える定員割れは、教育環境ではなく外的な要素、例えば3歳児の受け入れを行っていないこと、例えば通園バスを取り入れていないこと、給食がないこと等が考えられます。また枚方市内の私立幼稚園の状況ですが、大阪府のデータによれば定員は3、4、5歳児合わせて4225名で、今年5月1日現在の在籍園児数は3025名とのことです。私立幼稚園においても、公立ほどではないにしろ、定員に対する在籍児童は約 71% という状況で、約1200人もの受け入れ可能数があるということです。頑張っていくとのご答弁もいただいてはおりますが、年間で約3億円の経費を使って私立と張り合っていかなければならないのか考えるところでございます。ここで同じ未就学児童でも待ったなしの保育所の待機児童の現状を考えれば、他市で行われているような公立幼稚園の認定こども園移行の検討に切り替えるべきではないのでしょうか。見解をお伺いしたいと思います。花崎部長。はい。公立幼稚園の認定こども園移行の検討につきましては、本市の保育所の待機児童解消の課題や公立幼稚園の効率的効果的な運営や施設配置の在り方など、さまざまな角度から公立保育所との一体的な検討を進めてまいります。池上議員。公立保育所との一体的な検討を進められるとのことですので、よろしくお願いしたいと思います。4、児童の放課後対策についてお尋ねします。児童数の減少に反して留守家庭児童会室への入室希望は増加傾向にあり、今年度では4431人と、5年前の3017人に比べれば、5年生の265人を除いても1000人以上の増加が見られ、この傾向は社会的な要請の中で当分続くものと考えられます。また枚方市では来年度からは6年生の受け入れも始まり、入室希望の一層の増加があるものと思われます。それに伴い、今後余裕教室の活用はもとより、児童会室の増築建設などの多額の費用がかかってまいります。しかしながら、小学校の時代は1年生と6年生を比較するまでもなく、子どもの育ちによって、また保護者の働き方によっても放課後授業へ求められるニーズは様々です。以前から申し上げておりましたが、全児童を対象とする放課後授業によって、多くの子どもたちの豊かで安全な放課後の提供のみならず、留守家庭児童会室への入室を希望されている保護者の方の
選択肢の一つにもなると考えておりますが、今後の取り組み内容についてお聞かせいただきたいと思います。城内部長。はい。全児童を対象とする放課後対策にかかる今後の取り組みについてお答えいたします。本市の実情に即した児童の総合的な放課後対策の推進について検討するため、平成29年度は付属機関の設置や留守家庭児童会室に通う児童とその保護者を対象とする実態およびニーズ調査を行うなど、児童の放課後対策に関する基本計画の策定に向けた取り組みを進めてまいりたいと考えております。池上議員。取り組みを進めるとのことですが、国の放課後子ども総合プランが平成26年に策定されたことを考えればようやくとの思いがいたします。議会でも以前視察に伺ったこともありますが、他市ではすでにさまざまな取り組みをされている先進事例が多くあります。それらを参考に具体的に早急に事業化に向けて取り組んでいかれますよう強く求めておきたいと思います。以上で私の一般質問を終わります。これにて池上典子議員の質問を終結します。